仕事帰りの今日も10日最終やります。ブワシうーいやちょっと今日風が心配でしたけど、まあ、このぐらいだったら大丈夫ですね。わお。さあ今日は何が飛んでくるでしょうか。2時間ぐらいやってみようと思います。店長ありがとうございます。プレゼントはバッチリキープ。わあ、これも美味しい。ああ、癒しの光だね。いいね。いらっしゃい。ご視聴ありがとうございます。またなんか、持って行かれていいですよ。どうぞどうぞ。深山、でかいのが1匹いますよ。どうぞどうぞ。目が飛んできませんよ。前回からちょうど1週間後なんですけどね。まあこの間森の中でやった時も飛んできませんでしたもんね、クワガタ。あれ、案外あの山じゃなくてここのところにいたりして。どれどれ、何もいませんね。何かいないかな。ガも飛んできてませんからね。どうなってる。なんか来た。あー、飛んでいった。あいつものコガネムシだね、これこれ。あ、ライトの周り飛んでますよ。満月。いらっしゃい。どうもどうも、今日もやってます。今日なんか飛んできました。いやー、さっぱりなんですよ今日は。あ、そうなんだ。ガも寄ってきませんからね。いやー、ちょっと今日は厳しいかも。これはあのよそで取ってきた。そうですそうです。ほら、あ、ミヤマいるよ。でっかいのが。よかったらどうぞ。どれでもどうぞ。10時まではやってみます。カブトムシ集めようっていう。あ、すげえ。どうぞ、いるのがあったら持って行っていいですよ。でかこれ。
ライトに集まって飛んでくる。ちょぼれるやん。やっとずっと。なんかだけか。今日はさっぱりです、本当に。ってことで終了にします。いや参ったねこりゃ。今日はカブトムシ屋さんでした。ちょっとなんか飛んできてないですかね。何もいない。いやー、こないだの森といい今日といい月明かりがまずかったかな。どうでしょうね。まあまだ8月入ったばっかりですからね。次の新月ワンチャンあると思うんで、それ狙ってまたやろうと思います。お疲れさん。終わろうと思ったんですが、ちょっとこのままじゃ面白くないんでね、ちょっと初めてな場所、この木来てみましたよ。おお、こんな中とか。ちょっと角度変えてみようか。あの奥にもあるね。よく見えないな。ちょっとあそこ中見てみようか。ズーム。お、うわ、いるよ。いるのかい、ほんまに。いやー、ちょっとびっくり。へえ。あれ、どの裏あるかな。そこそこ大きさはありそうですね。へえ。ちょっと近づいてみようか。マジかこれ。結構険しいね。ちょっとそっちも気になるけど、この奥も気になるぞ。跡があるよ。ちょっとどのぐらいあるこれ。あ、ちょっとこれ、70はないか。70はないか、ないか、ないか。あ、ないな。おお。いやー、
初めての場所。いやまた来てみましょうね。いや情報提供ありがとうございます。リリリリちょっとやってもうたまたこれちょっといってちょっと離して